主に北アメリカ北部に分布する淡水性のイワナの一種である。英語ではマッキンウ、レイクチャー、トゥーレイディ、トグエ、グレー、トラウトと呼ばれている。スペリオルコではシスコウ、ペイパーベリーズ、レンズとしても知られている。レイクトラウトはゲームフィッシュ、そして食用としておもんじられている。レイクトラウトはイワナの中で一番大きく、 4 6 3ラムが記録されている。ベイクトラウトは、ヤツメウナギによる、吸血被害、乱獲等汚染が資源をひどく減少させるまで、水産資源として漁獲されていた。体色は、緑褐色を主体に、銀色、茶褐色、黒色を呈するなど、非常にバラエティに富んでいる。背中は暗く、逆に腹部は明るい。背びれ、油びれ、尾ひれを含む、 体の大部分は単色の反転が覆っている。皮増すほど顕著ではないが、頭部と背部は虫食い状の反紋がある。レイクトラウトは冷たくて酸素が豊富。イワナの仲間では4摂氏10度と最も低温を好む。彼らは湖において夏の二層下の段階の間は表層にいるが、しばしば水深20、60メートルに住んでいることもある。レイクトラウトは 非栄養型の水域に見られる成長の速度の遅い魚であり成熟するのもまた遅い個体数は乱獲に影響されやすい多くの天然レイクトラウトは不可常の複合効果でその個体数にひどくダメージを受けた釣り人の支柱にあるレイクトラウトレイクトラウトには通常2つのタイプがあるある湖では夏の二層化の間表層に餌となる小魚がいない これらの湖では、レイクトラウトはプランクトンを食料とする。プランクトン植生のレイクトラウトは、個体数が非常に多く、非常にゆっくり成長して、そして小型のまま成熟する。深層に餌となる小魚がいる湖では、レイクトラウトは、魚食性になる。魚食性のレイクトラウトは、ずっと早く成長し、より大型のサイズで成熟する。豊かさの相違にもかかわらず、 レイクトラウトの個体数が、プランクトン植生か魚植生かにかかわらず、レイクトラウトのバイオマス密度は同様の湖でかなり一致している。スペリオル湖では3つの明量に異なった表現型、すなわち、シスコウ、ペイパーベリー、リーンが知られ、持続している。異なったグループは遺伝子制御のもとで少なくとも、何らかのレベルに作用しており、単なる環境適応ではない。 シスコイの数は、深層の魚の一種コレゴヌス赤による捕食と、卵核による根絶の組み合わせにより、長い間にわたって大きく落ち込んでいる。シスコイは、非常に大きく、太っていて、20世紀に大いに商業的興味を引きつけた。シスコイのスペリオルコにおける個体数は1970年以降跳ね返り、一億人と見積もられた。動物地理学的検知から見て、 レイクトラウトは実に珍しい。彼らはアラスカをはじめとする北アメリカ北部、またカナダ、アメリカ合衆国では北東部に生息する。レイクトラウトは世界の多くの地域、主にヨーロッパ、南アメリカ、そしてアジアのいくつかの地域に導入された。レイクトラウトの住むアメリカ大陸には伊藤は存在せず、逆にレイクトラウトの住まないヨーロッパユーラシア大陸に 伊東の生息域が集中している点は興味深い。レイクトラウトは非常に稀に川スと交雑することが知られている。しかしそのようなハイブリッド種はほとんどが生殖不能である。スプレークとして知られているハイブリッドは人工的に不可常で伝播し、スポーツフィッシングを提供する機会のために湖に放流される。またレイクトラウトの名に似合わず、 70センチ前後までの若い個体は非常にしばしば川の深い淵に生息していることがある。そういった場合、背中の虫食い様の模様からブラウントラウトと誤認されることが多い。種商名ナメイク種はアメリカ先住民族のうちおそらくアルゴンキン語族に属する言語の名前に由来する。日本においては1966年カナダオペオン語湖から水産庁淡水区。 水産研究所日光市長に導入された。釣り人が日本で狙える場所は中禅寺湖のみである。陸からのキャスティングで狙えるのは早春と晩秋のみで、それ以外のシーズンは深いところにいるので、ボートに乗ってディープトローリングを行う。ありがとうございます。